名前は中野いつきです。どうぞよろしくお願いします。この人知ってる。この人ってもしかして生徒さん？なんでもない人だ。帰るぞ。ライアー、だって嫌ですか。勉強教えてくださいよ。ごちそうさまでした。食べるの早っ。お昼ご飯それっぽっちでいいのですか？私の分を少し分けましょうか。むしろあんたが頼みすぎなんだよ。太るぞ。太るぞ。いつき食べ過ぎじゃない？そうですか？まだ2個目ですけど。この肉まんお化け。やめてください。また食べに来てくれる？もちろんです。頭を使うとお腹が空きますから。またご馳走してください。ほら上杉くんも女子とご飯を。うわマジ？あいつら、顔真っ赤。そうそう。そうか。じゃあテストの復習は当然したよな。問い1、厳島の戦いで毛利元就が破った武将を答えよ。それよりあっちの方が。すべて叶えるでしょ。お前らも夜は勉強しろよ。私はここで。なんだか怪しいな。宿題は出てるだろ。済ませたのか。ついてこないでください。静粛に。裁判長、これをご覧ください。被告は家庭教師という立場にありながらピチピチの女子高生を前に欲望を爆発させてしまった。この写真は上杉被告で間違いありませんね。冤罪だ。何ですかその祭りにふさわしくない顔は。お前なんて顔してんだ。あなたこそ。お兄ちゃん、いつきさん、ありがとう。いつき食べ過ぎじゃない？そうですか？まだ2個目ですけど。この肉まんお化け。やめてください。お金ならありま、せん。そんな、無理。こんな人が私たちの家庭教師になるなんて。いつき。なんだあなたですか。残念さを少しは隠しなさい。いつき。何ですか。いや休み時間なのに予習してるなんて偉い。家でも自習してると聞くぞ。同じクラスだからわかる。お前は姉妹の中で一番真面目だ。そうでしょうか。いつき。なんだあなたですか。残念さを少しは隠しなさい。って待ちなさい。あなた、あの状況からよく一人で帰れましたね。え？あそこは一緒に行くところでしょ。いや、帰って勉強を。